背景、旅人様。こちらは天然のクーラーです。東北新幹線はやてがお送りします。岩手県八幡平市、夏におすすめなのがここ安比高原です。冬はスキー場、夏は暑さを吹き飛ばすひんやりスポット。牧場で動物と触れ合うなんて癒しも待っていますよ。もっと涼しくなりたい、そんなあなたは高原を囲むブナの二次林へ。二次林というのは昔ここに森があったんですけれども、人間の手によって伐採されて一回森がなくなったところにもう一度出来上がった、再生した森のことを二次林と言います。秋に実が落ちて、まあ、ネズミとかリスとかがこう運んでくれたり、で冬雪が降って雪解けになるとちょっとずつこう実が広まっていくんですよね。たっぷりのマイナスイオンで一気にクールダウン。木々の合間から降り注ぐグリーンシャワーは心のリフレッシュ効果も絶大。すごい。ゴンドラでてっぺんまで登れば眼下に広がる緑の絨毯。あなたも暑さを吹き飛ばしに来ませんか。背景、旅人様。こちらはすっかり夏の顔です。東北新幹線はやてがお送りします。青森県十和田市、今日は涼を求めて奥入瀬渓流へ。四季折々の顔を見せるここは今新緑の季節を迎えています。およそ14キロの渓流には見どころがいっぱい。夏の奥入瀬渓流はどこを一番楽しめばいいんですか。そうですね、やっぱりこの緑ですね。6月頃からものすごく緑がどん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 濃くなってくるので、光が入ってくるとすごい綺麗ですよね。そうですね、木漏れ日が綺麗なので。水面に映る葉っぱのグリーンはとっても幻想的。うっとりして思わず吸い込まれてしまいそう。奥に進めば涼しさ満点の滝が点在。オアシスの香りを胸いっぱいに吸い込む。ダイナミックな光景にも出会えますよ。散策途中の BGM は水の音。森林浴を楽しみながら全身で涼しさを感じる。あなたも爽やかに癒されに来ませんか。背景、旅人様。こちらは今がすだちです。東北新幹線はやてがお送りします。青森県八戸市、リゾート海猫に揺られて到着したのは潮風の香り漂う町。海が目の前に広がっています。白浜海水浴場は今年も多くの人で大にぎわい。海の家でかき氷、これって夏の定番ですよね。
海岸といえば砂浜ですが、種差海岸に広がるのは天然の芝。青と緑のコントラストは夏限定です。そして八戸の名物といえばこの子たち。漁場を知らせてくれると言われる海猫。蕪島は海猫の繁殖地。およそ4万羽が蕪島で産卵し、毎年この時期に巣立ち島を離れるのです。夏しか聞けない賑やかな声、あなたも聞きに行きませんか？背景、旅人様。こちらは食いしん坊の夏です。東北新幹線はやてがお送りします。今八戸のおすすめは駅一グルメ。三陸沿岸の駅で絶品料理をいただけます。八戸駅ではご自慢のイカ飯定食を。イカのうまみをぎゅーっと吸い込んだご飯に思わず、イカしてる。本八戸駅では八戸ブランドのサバを使ったサバだしラーメン。すっきり上品な塩味スープが癖になります。サメ駅では八戸自慢の海鮮がてんこ盛りになったちらし寿司を。おいしい。グルメといえばこちらも負けていません。八戸の台所八色センターには新鮮魚介がずらり。これ今ウニ旬。ウニ旬なんですか？はい、美味しいですよ。美味しそう。はい、いただきます。うまい。美味しい。あ、よかった。甘いですね。はい、甘みがあって美味しいでしょ。買ったものはその場ですぐに食べられますよ。焼きたてを味わう最高の贅沢。あなたも一かぶりしに来ませんか？